旗関旗関を利用して発電する旗水車旗関は長野県松本市旗を流れる灌え用の人工河川で1877年頃に完成した安佐川から取水している長野県道25号塩尻鍋割穂高線と交差するあたりで川幅約4メートルである旗関の水は旗地区約200ヘクタールの水田を潤しているは一般に 水をせき止めて、溶水を取り入れる目的で、火星や故障に設けられる構造物や、水路の水位、流量を調節するために作った構造物を指す。また、そこから取り入れた溶水を流すために、人工的に作った溶水路のことを言い、この場合には、石と読む。旗関もその一つである。長野県方言では、用水路のことを、千下というが、これは、 石が点火したものだという。同じ旗地区内には、他に和田関、黒川関の二つがある。この三つの石が、長野県道25号塩尻鍋割穂高線と交差するのは、和田関では最下段の貸し段球の下で、あずさ川と同じ高さにある。しかし、旗関は、下から三つ目の貸し段球を掘り通す高さに作られている。黒川関は、山の中を通り、 上旗寺山で山麓に出て、さらに山麓を回り込むように作られている。1883年秋に琴海街道に作られた水神社。水神様と呼ばれることが多い。敷地東側に旗関が流れる。2012年3月22日撮影旗関が取水している安佐川投資港。左側の大きな水門から出た水は安佐川の本流となる。 右側の小ぶりな四つの取水口から取り入れられた水は、二つの水力発電所、和田関、旗関、右岸、左岸の二十歳考え用水と様々な使われ方をする。左岸には裁ンを使い、あずさ川の川底下を経由して流される関口は取水口の別称である。大野だから龍島に渡る橋の右岸に旗関旧取水口の説明掲示がある。 これによると、1871年に旗関が寄港された時の関口は小川原であった。しかし、より取水を容易にするため、スコボシを水道で抜け、あずさ川本流の川幅が狭まる大沢に、関口を移す工事が1874年晩秋に着工されたという。しかし、スコボシはチャートの硬い岩盤であり、冬の滑水期に完成が要求される短い後期。 であった。この関口は、1949年に、すぐ下流に、あずさ川投資港が完成するまで、旗関への取水の仕事を果たした。あずさ川投資港から取水された水は、上海渡し分水口で各関に配分されるだけで、なく、地下水路を通じて、旗地管外にも使われる。上海渡し裁本、花見裁本を通じて左岸にも送られ、右岸では遠く、 塩尻島で送られる。総考え面積は約1万千ヘクタールである。旗関は1950年代後半に幹線部分がコンクリート化された。1960年代には水が流されるのは水田工作をする時期だけであり、秋から冬にかけては水が送られなかった。陶器の石底は乾燥しており、歩くことができた。しかし現在では、 当期でも通水している。1950から60年代には、水神社の東側を流れる旗関から東側では、下原集落まで視野を遮るもののない広大な水田地帯が淡々と連なっていた。しかし、1970年代に始まった急行添削政策により、添削地が増加した。添削品目としては、スイカが多く、リンゴトマトなども多い。 水神社から下原集落までは2010年の今日でも北西端、東端の一部を除いて建物が一つもない広大な工作地帯であることは変わっていない。かつての水田地帯の北側で二十歳であった千奈野学園の東側一帯では2012年現在急速に宅地化が進んでいる。アルピコ交通上高地線の下島駅に近い利便性が評価されてのようである。 一部の風景が急激に変化している。事務局は、市役所、は市所内にあり、土地改良区が雇用する専任職員が一人いる。5月1日から8月31日まで、用水管理をする専任スタッフが5人をおり、水廃人さんと呼ばれる。水廃人制度は、は関成立当時からあって、不足する用水を公平に配分するための機能を持っていた。今では、 取水量の増加、漏水量の減少により、用水の公平配分という機能は必要がなくなった。しかし、稲作は畑作に比べてもともと人手がかからなかったこともあり、特に稲作農家の兼業化が著しいそのため、昔は農家がやっていたような微妙な水管理が水配人に任され、農家は水見回り、排水作業を 下請け化するようになっていると言われる。旗関の四川水路は、1968年からの県営補助整備事業により、押出し原、1号水路から14号水路に整備されている。旗関土地改良区の事業予算は、2009年決算、一般会計歳入3794万9223円、歳出3638万8792円、 2010年、予算歳入、歳出とも2359万5000円である。一般会計の他に、決済金、維持管理席留金、職員退職給与席留金、国営事業地元負担金準備席留金がある。2010年の組合委員に対する、付加金としては、形状付加金 10R あたり2600円、推理管理費付加金 10R あたり2500円、 農協資金建営館廃事業償還金付加金 10R あたり302円、土地改良施設維持管理適正化事業付加金 10R あたり36円、維持管理席流金付加金 10R あたり1000円がある。松本盆地の席としては、あずさがわよりも、伊北に多いようである。あずみのは、洗浄地であるため地下に水が染み込んでしまうとぼし水地域であり、 農業用水に恵まれず、水田の開発には向いていなかったが、石の改作により、水田の開発が盛んになったという。旗石百年史によれば、旗石を立案した時すでに下流に十二の石があった。新たに石を開くには、これらの石の承認を得なければならなかった。同書は、これら十二石の内流末七日石として次の七つを掲げているが、 他のも関の名称については記述がない。並田地区内には常述の通り旗関の他に次の二つがある。和田関は937年以前の完成と考えられている。千曲屋の関として以下のものがある。安住野の関として以下のものがある。松本盆地以外でも用水路に関の名称を付けたものが多く見られる。全国的には用水。 疎水の名称をつけることが多い。長野県外での席の例は日本の用水路一覧を参照。ありがとうございます。